はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。写真加工ねのアプリとかもまああったりとかしてて、多少のお直しというかなんだろうな、大体なお直しはちょっとやめようねって思っちゃうんだけど、その輪郭をきれいにするとかさ、なんだろうな、髪の毛のボサボサ加減をちょっと変えるとかさ、それでもやめとけよって言われそうなんだけど、完全に違うやろっていうね、あったりしないっすか、うん、私はそういう人にはまあ見たことないし会おうと思うんだけど、まあもしかしたらそのマッチングアプリというかさ、そういうので写真をさ貼り付けてくださいみたいな感じのものがあったりとかしてて、だいたい 2,3 ヶ月ぐらいの間の、今から 2,3 ヶ月前のもの、キンキンの写真を撮ってくね、撮ったものをまあプロフィール欄の写真のところに貼り付けてくださいと。まあ今撮ったものでもいいですよみたいな感じでっていうのがあったりするけど、それでもなんだろうな、ちょっと盛りたいっていうのはあるのかなと思う。そのちょっとシミを消すとかさ、シワを消すぐらいだったらちょっとだけね、そんくらいだったらなんとなくわかる気がするし、まあ男性でもちょっと白髪をね、目立たなくできるようにねしたりとか、まあ白髪あっても別にいいんじゃねっていう人も、まあ女性でもやっぱりいると思うし、まあまあその度合いによって違うのかなと思うけど、でもやりすぎるのも全く別人じゃんっていう風になっちゃうじゃん。その、なんだろうな、女優さんなんかでも、あの女優さんのような目になりたいからそういう風に作り上げちゃうっていうか、あの人のような唇になりたいからちょっとやってみようみたいな、ね、ちょっとそれはね、騙されたって思っちゃうね、こっちから見ると、まあ、あくまでもそれはね私の意見なんで、騙されたって思っちゃうけど、多分男性がやったとしても、えって、本当に本当ですかみたいなそのジャニーズ系のさ、かっこいい、可愛らしい、中性的なイメージ言ったら、ゴリゴリのさ、ゴリゴリのって言ったら本当に怒られるけど、中山きんに君みたいな感じの人だったりとかしてて、その女性のイメージっていうかさ、好みがジャニーズ系のちょっと細めの人が好きだったりとか してて、で来た人が中山きんに君だったら、ちょっと待ってみたいな待てみたいな思うよね。そうお付き合いをして、まあ結婚をちょっとちらっとかすめるけど、前提としてねお付き合いをしてっていうのは、まあマッチングアプリのまあそれが目的だったりするじゃん。まあまあその結婚を目的としたマッチングアプリもあるけどさ、
とりあえずはっていうのはあったりするし、でそれで、ま、自分の好みと違うさゴリゴリのさ人が来たらさ、うわーってなるよね。まあ、逆にそのゴリゴリっていうかもう本当に筋肉質なさ、そのなんだろうね、そういう方がちょっと自分のその体にコンプレックスがあって、ちょっと中性的ななよっとしたような感じのなよって言ってたら本当に怒られるけど、うん、そういうなんだろう中性的なというか一昔前のちょっとジャニーズ系みたいな感じのイメージがいいんだろうなと、そういう女性が好きなんだろうなと思って登録してやってみたらゴリゴリで、だけど女性としてはゴリゴリ系がそういう筋肉質なさ中山筋肉みたいな感じの人が好きで、ドンビシャな人もいたりとかしてて、うん、あ、それはそれで結婚したりお付き合いしたりする可能性はあるよね。うん、思いもよらずお付き合いしたりとか、なんか話はそれちゃったけどまあ、ね、何でもやりすぎはいけないよねっていうのもあるよね、うん、その正義感なやつも押し付けに感じてしまうし、クレームもクレームでね、クレームのハラスメントになっちゃうし、カスハラだっけ、カスタマーハラスメントだっけ、気をつけてくださいねって、これがこうでしたと気をつけてくださいねっていうぐらいだったらまださあそうしとこうって思っちゃうけど、その後にグド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 と、まあ大きな声で喋るっていうか一方的な話をするっていうのはどうかなと思うし、土下座をしろやとかさ、そこまでしなくてもいいよなぁと思う、うん、金銭要求することはまあないけどね、うん、たまにそういうニュースとかが出ていたりするからまあびっくりするし、うん、まあ話がそれちゃいましたけど以上です。